13-4。二人はいつもの通り10時過ぎ床に行ったが、夫の目がまだ覚めている頃を見計らって、お米は宗助の方を向いて話しかけた。あなた、さっき子供がないと寂しくっていけないとおっしゃってね。宗助はこれに類似のことを普遍的に言った覚えは確かにあったけれども、それはあながちに自分たちの身の上について、特にお米の注意を引くために口にした恋の観察でないのだから、こう改まって聞き正されると困るより他はなかった。何もうちのことを言ったのじゃないよ。この返事を受けたお米はしばらく黙っていた。やがて、でもうちのことを始終寂しい寂しいと思っていらっしゃるから、卑怯あんなことをおっしゃるんでしょ、と前とほぼ似たような問いを繰り返した。宗助はもとよりそうだと答えなければならないあるものを頭の中に持っていたけれども、お米をはばかってそれほどあからさまな自白をあえてしえなかった。この病気上がりの細君の心を休めるためには、かえってそれを冗談にして笑ってしまう方がよかろうと考えたので、寂しいといえばそりゃ寂しくないでもないがね、と調子を変えてなるべく陽気に出たが、そこで詰まったぎり、新しい文句も面白い言葉も容易に思いつけなかった。やむを得ず、まあいいや、心配するな、と言った。お米はまた何とも答えなかった。宗助は話題を変えようと思って、ゆうべも火事があったね、と世間話をしだした。すると、お米は急に、私は実にあなたにお気の毒で、と切なそうに言い訳を半分して、またそれなり黙ってしまった。ランプはいつものように床の間の上に据えてあった。お米は火に背いていたから、宗助には顔の表情がはっきりわからなかったけれども、その声は多少涙で潤んでいるように思われた。今まで仰向いて天井を見ていた彼は、すぐ彩の方へ向き直った。そうして、薄暗い影になったお米の顔をじっと眺めた。お米も暗い中からじっと宗助を見ていた。そうして、遠からあなたに打ち明けて謝ろう謝ろうと思っていたんですが、つい言いにくかったもんだからそれなりにしておいたのです、と途切れ途切れに言った。宗助には何の意味かまるでわからなかった。多少はヒステリーのせいかとも思ったが、全然そうとも決しかねて、しばらくぼんやりしていた。すると、お米が思い詰めた調子で、私にはとても子供のできる見込みはないのよ、と言い切って泣き出した。宗助はこの可憐な自白をどう慰めていいか分別に余って当惑していたうちにも、お米に対して甚だ気の毒だという思いが非常に高まった。子供なんざなくてもいいじゃないか、上の酒井さん見たようにたくさん生まれてごらん、傍から見ていても気の毒だよ、まるで幼稚園のようで。だって一人もできないと決まっちまったら、あなただってよかないでしょ。まだできないと決まりゃしないじゃないか、これから生まれるかもしれないやね。お米はなおと泣き出した。宗助も途方に暮れて発作の収まるのを穏やかに待っていた。そうしてゆっくりお米の説明を聞いた。